はい、皆さん、南国神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャタのドイちゃんです。ドイバリスパのドイちゃんです。ですね、久しぶりです。やっと今うちのスパ、ドイバリスパがオープンしました。まあこれから、スパもですねお楽しみですよ。バリ島旅行を来たらドイバリスパにもぜひお邪魔しに来てください。で、今スパはですねもう完成する、もうオープンしましたので、じゃあ中身は見てみましょう。ですね、この間、27日に、オープンする儀式を、やりましたので、ペンジョルもつけてあるんですよ。だから、他の会社、友達の会社がですねこういうお祝いのメッセージも、一応送りましたんで、はい、まあこんな感じです。おうちのスパですね、ロイバリスパはですね、ジンバラの方にあります、タマングリアっていう場所ですね。まあ、一応空港も近いんですよ。で、中身はですね今こんな感じになってます。はい、こちら左の方はですね、ロビーですね。はい、ロビーはこんな感じでございます。はい、ロビーはですねオープンする、まあオープンエアって感じの場所ですが、こちらがロビーでございます。ですね、お祝いの、自己調の人も一応こんな感じのお花をくれました。はい、まあ、こちらがロビーです。はい、部屋は見てみましょう。こちらがクタの部屋です。はい、こんな感じですね、部屋は。まあ、一応カップルルームですね。バスタフもでっかいですよ。はい、でこちらがシャワールームですね。シャワールームが、大きなバスタフもつけてあります。はい、まあ一応インスタ映えスパなので、まあ、カラフルな部屋、カラフルな色ですねつけてます。まあ、こちらが、カップルの部屋ですね。で、あとはウブドの部屋です。こちらがウブドですね。じゃあウブドの部屋も入ってみましょう。はい、こんな感じです。こちらもですね、バスタフがでっかいですよ。まあそちらの方は、シャワーができますよ。シャワーもできてお風呂もできます。で、向こうがですねちょっとメイクアップする場所みたいな感じです。まあお化粧も一応できますからね。部屋は、はい、こちらもカップルルームができる部屋です。まあ一応エアコンも
ついてるので、安心してください。暑くないです。はい、次はですね、まあこういう部屋はですね、こちらで次男っていうタイプなんですね。はい、こちらがクタの部屋ですね。でこちらがスミニャクの部屋です。スミニャクの部屋も同じ感じでございます。はい、こちらがですね、バスタフも結構大きいです。まあ2人でも入れるバスタフでございます。そちらの方にもですね、あのおけっそするスペースも一応つけてます。ほとんど部屋はですねこんな感じですが、エアコンもついています。はい、皆さん、バリ島旅行来たらドイバリスパにも遊びに来てみてくださいね。まあインスタ映えスパなのでめっちゃ映えてるです。まあですね、次は、はい、こちらがヌサドゥアの部屋です。ヌサドゥアの部屋もですね、一応中身はですねカラプールですよ。キャワキャワです。まあこんな感じですね。ドイバリスパジンバランの方にある、インスタ映えスパです。まあ一応ですねそちらの方はブランコもあります。はい、ブランコにも一応写真撮りたい方はこちらにもできます。でお手洗いはですね向こうの方になるんですね。はい、こちらがお手洗いです。はい、こちらがお手洗いですね。であとはこちらがデンパサルの部屋ですね。デンパサルの部屋入りましょう。はい、ここも綺麗ですよ。デンパサルです。まあこちらがサヌールの部屋ですね。サヌールの部屋は、はい、ここですね。今セラピストはですねまだ中にいるんですよ、ここのジンバラン。でこちらがクリンバスの部屋、チャングの部屋です。こちらもですね一応フットマッサージも、できるんですよ。はい、頭皮マッサージの部屋、まあ、クリンバスの部屋です。そちらは、エステの、スパの、お寺ですね。はい、皆さんそんな感じでですね、ドイバリスパをオープンしました。皆さんバリ島旅行来たらですね、ドイバリスパにも遊びに、来てみてください。場所はですね、ジンバランのタマングリアの方にあります。まあ、空港から15分ぐらいの場所なので、まあ、一応送迎とかもありますから、ご心配なく俺たちドイバリカチャーターのメンバーが、お客様のホテルにお迎えに行きます。まあですね、気になっている方はですね下の概要欄にですね、チェックしてみてください。
ご予約もですね、下の概要欄をチェックしてみてください。それでは、ドイバリスパをオープンしましたということで、まあ、お客さんの、ご来店をお待ちしております。それでは、ドイちゃんでした。